私の名前はなるみ。タワマンに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。こんな私と仲良くしてくれるママ友のゆりとひまわり、実は今日3人でお祝い旅行に行くの。何のお祝いかって、ひまわり、ゆり、いつもありがとうお祝い。なんだそのお祝いって思うかもしれないけど、こんな面倒な私と仲良くしてくれる2人だもん。私も大切にしたいんだ。なるみさん、今日うちの宿に泊まるんだってね。うちの宿って？なるみさんが泊まる宿、修羅丸宿でしょ。そうだけど。実はそこ、私の両親が経営してるんだよね。そうだったの？結婚するとき何があっても実家は頼らないって言って結婚したから、みんなには言ってなかったけど。そうなの？こんな偶然ってあるんだね。私もびっくりしちゃった。今回って3人だけの旅行？うん。旦那さんとか子供を放って旅行なんて最低ね。え？よく自分たちだけで高級宿で贅沢ができるわね。私が行くとしたらちゃんと旦那と子供を連れて行くけど。いつもの旅行は子供や旦那と一緒に行ってる。だから今回は女子会ってことで3人でのんびり。私たちはもういい大人なんだよ。いつまでも子供気分はやめて、旦那さんや子供のことを大切にしなさいよ。そういう人がネグレクトをするんでしょうね。いやいや、飛躍しすぎ。私たちは普段ちゃんと子供の面倒を見てるし、無理やり子供の面倒を押し付けたわけでもないし。そんなこと言って、どうせ口だけのくせに。いつもそうやって、私たちはいつまでも女だからとか言って好き勝手してるんでしょ。はあ、3人で集まるのなんて本当に数ヶ月に1回あるかないか。それも無理に子供を押し付けたりせずに、旦那さんが休みの時にお願いしたり、私の場合母親と父親が娘に会いたがってるから月に1回預けてる日があって、その日に会わせたりして負担なくして。はいはい、ネグレクトは隠さなくて結構です。だから違うって。口止め料としてお土産たんまり買ってきてね。そうすればみんなには黙っててあげるから。別に黙ってもらうようなことでもない。いいから、とりあえずいっぱいお土産買ってきてね。お土産話とか写真はいらないから、物をよろしく。現金でもいいよ。もういいわ、せっかくの旅行前にあなたと LINE しても楽しくない。お土産はみんなに買っていく予定だから。それじゃ、高級なお土産待ってます。1週間後。何あのお土産。何が？あんなの欲しくなかった。有名なお菓子なのに。お菓子じゃなくて高級品が欲しかったって言ってんの。お土産に高級品って何を言ってんの。量産型のお菓子なんかいらないから。じゃあ返して、私たち家族で美味しくいただくから。それは無理、食べちゃったもん。食べたくせに文句言うな。ってそんな話をしたかったんじゃなくて、なるみさん60万払いなさい。嫌だよ、意味わからないし。だからつべこべ言わずにお金を払え。払わないと警察に言うからね。あなたがしていることただの恐喝、逆に警察呼んでほしいくらいよ。なるみさん、勘違いしてるみたいだけど、私がただお金が欲しくて言ってると思ってんの？今の LINE だとそうにしか見えないでしょ。そうじゃなくて、宿の備品を壊したでしょ。はい？宿の備品を壊したからその修理代金を払えって言ってんの。お父さんお母さんが連絡する前に私が言ってあげてんだから、早く払いなさい。備品を壊したって、私たち何も壊してない。嘘つかないで。机が壊れたらしいよ。あれとっても高いやつなんだから。机なんてほとんど使ってないし、壊すなんて。机を壊すって相当な力が必要じゃない。どうせお酒飲んでどんちゃん騒ぎしてたとかじゃないの。お父さんお母さんすごく悲しんでたよ。娘の知り合いが来て嬉しかったのに、まさか大切な備品を壊されるなんてって。本当に壊してないんだって。綺麗に片付けて汚したりもしてないし。そうやって嘘つくのやめてよ。お父さんお母さんが余計悲しむ。とりあえず私に60万を渡して。私から渡しておくから。宿に確認の電話する。あのさ、なんで私がわざわざ LINE してあげたと思ってんの。さあ、お父さんお母さんは気を使って私に報告してくれたの。注意するっていうのもあれだったろうし。あれってなんだよ。とにかく私から言ってって言われてるから、宿には連絡しないで。バカみたいにお酒飲んで騒いで、どうせ机壊したんでしょ。弁償金の60万払いなさい。この嘘つき女。え？
私たち机なんか壊してない。だから壊れてんだって。黙って払えって言ってんでしょ。こっちにはケツ持ちがいんのよ。もし優しく言ってわからないんだったら、その人たちを呼ぶしかないけど。怖い男の人たちに言われるのと私に言われるのどっちがいい？壊してないのになんでお金を払うのよ。あなたの嘘はもうバレてるから。はぁ、あ、だからてめえは物を壊したんだからさっさと払えって言ってんだろうが。こっちが優しく言ってるうちに払わねえと、てめえの顔2倍3倍に膨れ上がらせるぞ。やれるもんならやってみなよ。こっちにはもっと怖いボディーガードがいるんだから、命が惜しかったら黙ることだね。まだ言ってんのかてめえは。いい加減にしろよ。おかみさんに連絡したよ。ん？おかみさんに連絡したらそんな事実はないって教えてくれた。頭を抱えてたよ。うちのバカ娘がすみませんだってさ。なんで連絡したの？連絡するなって言ったじゃん。お母さんは気が弱いから気を使ってそう言ってるだけで。全部話したら大きなため息ついてたよ。昔からお金にがめつくてもう面倒見きれないって。な、結婚相手もお金にルーズだから、その人と結婚するなら家と縁を切るって言われてたそうね。あなたはそれでいいって言って結婚したんでしょ。なんでそんなこと話してんのよお母さん。ただのお客さんにそんなこと話すなんて。あの老いぼれが。私たち挨拶したの。挨拶？知らん顔もできないからね。お世話になってますって。その時は微妙な反応をしてたんだけど、まさかそんな事情があったなんてね。泊まりに来たお客さんにそんなこと話すなんて、おかみ失格じゃない。私たちが話したのはその時じゃない。はあ？回りくどい言い方しないでさっさと話しなさい。おかみさん夫婦がその日その宿に泊まってたの。なんで？自分の宿に泊まるってどういうこと？そんなことも知らないの？年に一回結婚記念日に自分たちの宿に一泊するんだって。自分たちが出会った思い出の場所だからって。いい話だよね。なんか昔そんなこと言ってたかも。でもプライベートだからって私のことをペラペラ喋っていい理由にはならないじゃん。お客さんって事実は変わらないんだし。あなたと縁を切ってから少しだけ心配してる気持ちはあったみたいよ。今どうしてるかとか元気にしてるのかって聞かれたから一緒にお話ししてたの。そしたらひまわりのあのありえないコミュニケーション能力でどんどん仲良くなっちゃって。ひまわりさんか。確かにそれはありえそう。あなたが元気にしてるか教えてほしいって言われて大喜びでひまわりは LINE 交換したの。まさか恐喝されてお金をせびられるなんて思ってなかったからね。だからすぐにお母さんたちに連絡できたのね。くっそ、せっかくお金をもらえると思ったのに。それにしてもお母さんに連絡するの早すぎない？ひまわりと一緒にいるから。また？毎週毎週よく飽きないわね、あんたたち3人。そんなに3人でつるむのが楽しいの？ほんと目障り。毎週一緒にいるってわけじゃないけど、言われてみれば結構な頻度で一緒にいるかも。子供同士が仲いいし、私たちも友達だからね。とりあえずお金。備品壊してないのに払うわけねえだろ。お金？じゃあわかった、正直に言うからお金を貸して。旦那がギャンブルでお金をなくしちゃったの。旦那がそんなことすると思わなかったから、私も競馬に使っちゃったし。ほんと悪い意味で似た者夫婦なんだから。てかあなた、お子さんが生まれたばかりでしょ。なんで二人してお金を使っちゃうのよ。子供が生まれたからこそお金を増やそうと思って頑張った結果じゃない。二人とも今回は運がなかったってところね。子供のミルク代もやっとなんだからお金貸して。呆れた。あんたたちみたいなガキが子供を作るな。できちゃったものはしょうがないし、いいからお金。甘えてんじゃねえよこのクソガキ。え？お金の管理も十分にできない親のすねかじりが、そうやって今後も人に寄生して生きていくつもり？別にそこまで言わなくたっていいじゃん。あんたたちに子供を任せられない。ユリ、ひまわり。もう二人の名前は聞き飽きたわよ。ユリとひまわりとミヤのLINE。子供がいるのにお金をギャンブルに溶かすなんてありえません。二人してギャンブルするって何を考えてるんだか。元はといえば邪魔したのはひまわりさんじゃない。あなたがいなかったら今頃なるみさんからお金をもらえてたのに。私のなるみさんからお金を奪おうなんていい度胸ですね。仲いいからって自分のものみたいに話さないで。なるみさんはみんなの ATM でしょ。うわ、これ以上ユリを怒らせても知りませんよ。ATM とは何を言っているんでしょうか、この寝ぼけたゴミクズは。
あんなに優しく心が綺麗で美しい人は、なるみさん以外この世にはいません。なるみさんが私のことを痴漢から助けてくれたあの日から、私はなるみさんの虜。あの時なるみさんが助けてくれなければ、痴漢男の腕を切り落として、私は警察に捕まっていた。ああ、なるみさん、あなたはなぜなるみさんなの？なるみさん、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 出勤。はあ。この人結構気持ち悪いわね。このモードになったらちょっと気持ち悪いんですけど、慣れると可愛くなりますよ。ないでしょ。本当なんですよ。やっぱり慣れって大事ですよね、何事も。そんなことよりなるみさんに嘘をついた。生きて帰れると思わないでください。あとは子供を大切にできない旦那様も一緒です。私たちのお金を私たちがどう使うかなんて勝手じゃない。子供が生まれたからには子供をちゃんと育てるのが親の義務です。そうですよ。それを自分たちの欲望のままお金を使って、子供さんはご飯もままならないとは。ご飯は今のところ食べさせてる。ただ来月がちょっと厳しいだけで。あなたには親になる資格がありません。もちろん旦那様も。大人子供だね。一番ガキ臭いやつに言われたくないんだけど。でも私はあなたみたいに自由奔放に生きて子供に迷惑かけたりしません。私の可愛い可愛い太陽、太陽には苦労させませんから。太陽がお腹いっぱいになるなら私は味噌を舐めて暮らしてもいいです。そんなことになったらなるみさんが悲しむので、絶対にそんな未来は来ませんが。もちろん私だってそんな未来はお断りだよ。とにかくお金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 がないの。お父さんお母さんに頼もうかな。なるみさんに迷惑をかけ子供を放っておくだけではなく、人からお金を巻き上げようとする。さっさと消しましょうか。消すって？ユリはなるみさんのことが大好きで、なるみさんに関わった人のことは調べ尽くしてます。24時間365日監視するくらいなんです。気持ち悪い。マジ無理。あんたたち3人とも嫌い。気が合いますね。私もあなたのことが大嫌いです。じゃあさ、じゃあさ、二人で勝負して決めたらいいんじゃない。勝負？ミヤさんの両親に関する問題を私が出すから、正解数が多かった方が勝ち。マジでそんなやつでいいの？私はいいけどどうする？負け犬？受けて立ちましょう。勝った。はい、じゃあ問題出しますよ。答えはちゃんと私がご両親に聞いているので安心してください。早く出せ。1問目、じゃじゃん。お母様の出生体重は？え？ 3019g です。みやさん？2900kg ぐらい。キログラムってどんな化け物ですか。正解はゆりです。な、ちょま。では次の問題、じゃじゃん。お父様の今日抜けた髪の毛の本数は？15本。75本。30秒前もカウントしますか？する。なら76本ですね。正解。ちょっと待ってよ。お母さんの出生体重まではわかるけど、抜けた髪の毛の本数なんて本人だってわかんないじゃん。ユリが渡している特殊な機械を身につけていて、それでカウントしてるんです。今日1日だけそれを持ち歩いてもらうようお父さんに頼んでいたので。そんなのユリさんが適当な数字を表示してるだけ。じゃあ最後の問題で決着をつけましょう。3問目、じゃじゃん。これはミヤさんも聞いたことがある簡単な問題です。プロポーズの言葉は？お先にどうぞ。確か、俺に味噌汁を作ってくれ。ブッブー。ユリは？私があなたの味噌汁を作るから、あなたは毎日完食してください。正解正解。え？お母さんからプロポーズしたの？そうですよ。それがあの思い出の旅館です。さてと負け犬。いえ、ミヤさん、あなたはお仕置きです。なるみさんに迷惑をかけたんですから。そうですね、旦那様と二人自給自足生活。何それ、楽しそう。無人島で頑張って的なやつ？何もない部屋に二人を入れ自給自足です。は？食べ物は？ありません。自給自足ですから、自分たちの排泄したものを食べたり、自分たちの髪の毛を食べたり、はたまた自分のお肉を食べたり。うわお、
それって自給自足って言わなくない？普通畑があったり海があって頑張って魚釣りしたり。そんな生ぬるいお仕置きなんて私がするわけないでしょ。黙って二人餓死していくか、お互いを食い物にするか選んでください。それを中継してお金を稼ぎますので、お子さんへの将来の蓄えとしましょう。それがあなたたち二人が唯一お子さんにできることです。普通に生活しててもこの夫婦貯金なんてできないもんね。待って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 、もう一回問題やり直し、次は私が勝つから。それではお迎えに上がるまでの2日間でいろいろ調べておいてください。どこの肉が美味しいのか調べておいた方がいいですよ。待って、嫌よ嫌。その後、ミヤさん夫婦は夜逃げをした。家には金目のものはなく、気づいたら誰もいなくなってたとか。ミヤさんのお子さんはミヤさんのご両親が引き取って、旅館の人からも可愛がられてる。何でも託児所を旅館の一角に設けたみたいで、そこで働きたいっていうママさんがたくさん応募してきたとか言ってたな。それに伴って収益も上がって、宿の増築も行うみたい。本当に良かったよね。ミヤさん夫婦は何もない暗い部屋に閉じ込められて、朝か昼かもわからない毎日を過ごしているらしい。部屋は24時間少しの明かりがついているだけで、娯楽もなければ食料品も何もない。二人とも弱ってそのまんまなのか、自分のお肉を食べるのか、相手のお肉を食べるのか、どんな結末になるんだろうね。まあどんな結末になったとしても、行き着く先は同じなんだけどね。私の名前は水木。医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋。そして保護猫カフェからやってきた猫のニャニャマルと暮らしている、平凡な第二子妊娠中の兼業主婦だよ。今日はとんでもないニュースが飛び込んできたんだ。私の友人サナが1年付き合った男性と婚約を決めたんだけど、なんとその婚約者を共通の友人イクエが奪ったって言うんだ。私もイクエとは特別深い友人関係というわけではないのだけれど、今までも何度も遊んできたからね。そういうタイプには全く見えないから本当に驚いたよ。なんで？なんでなんでなんでよ？なんでなのよ？サナ落ち着いて。いや、こんな時だもの。落ち着けないよね。そもそも、サナの元婚約者とイクエって知り合いだったの？私と彼がレストランで食事してた時にたまたま会ったの。店を出たのも同じタイミングだったんだけどさ。私トイレに行ったんだよ。その時に連絡先を交換したっぽい。向こうも彼氏らしき人と一緒にいたし、まさかこんなことになるとは。ちょっと郁恵に話を聞いてみようかな。サナもまだよく分かってないんでしょ。水木、ありがとうね。でも気をつけてね。正直なところ、友人の婚約者を奪うっていう本性が分かったわけだし、水木を逆恨みするかもしれないから。うん、わかった。遠回しに聞いてみる。あれ？どうしたの？いや、イクエの方から LINE が来たわ。水木とイクエの LINE。水木、サナから話聞いた？まだかな？イクエ、どうしたの？なんだかご機嫌だね。あのね、発表しちゃいまーす！私、会社社長と結婚するの！絶対に、いずれはお金持ちと結婚するって考えてたから、ついに夢が叶うのよ！そうなんだ。どんな人なの？私ね、タワマンに住みたかったの。彼、タワマンに住んでるんだよ。それと、いずれわかることだから言っておくけどさ、実はサナの元彼なんだ。そう。サナと彼が別れた後にお付き合いしたってこと？ううん。実は彼を奪っちゃったの。奪っちゃったって。確かサナ、グループラインで婚約したって、みんなに対して報告してくれたよね。でも、別に結婚してるわけじゃないんだし、よくない？え？大体、サナは結婚に向かないでしょ。派手だし。あの子、今も社長秘書とかやってるの？もう30代なのにね。どうせ体使って社長秘書なんかになったんでしょ？いやいや、何言ってるの？サナはいい大学出てるじゃん。留学経験もあって、英語ペラペラだし、難しい資格とかたくさん取ったし、体使うって、そんなことないよ。ああ、やっぱり水木もそうやって騙されてるんだね。でもね、わからない？留学だって、資格だってどうせインチキだよ。サナってば、
派手でいかにも尻軽ですって感じでしょ。だからね、私あの子が友達グループにいるの恥ずかしかったの。しかも社長の彼氏とラブラブデート、ありえないんだけど。こっちは母親にどうしてもって頼まれた気持ち悪いお見合い相手と無理やり食事させられてたのに。サナは恵まれてるんだから婚約者くらい奪っていいでしょうが。その後育英はますますヒートアップしてしまったよ。それにしてもここまでサナにコンプレックスを感じていたとは。確かにサナは一家揃って目立つタイプで美人だしかなり優秀。育英はあれこれ言ってたけど社長秘書としても相当優秀だったんだよ。そもそも最初は総務部だったんだけど、きめ細かい気遣いができるからそれで秘書室に呼ばれたってレベルだし。でも育英の家はサナの家よりもさらに裕福なんだよ。学生時代に留学の話が出た時も親御さんは勧めたくらい、外国が怖いからって理由で育英自身が断ったのにね。とりあえずみんなでサナを励まそうってことになったんだ。そうしたら後日サナが住んでるタワマンの前で育英にばったり遭遇。私たちは早足で中に入ったんだけど、育英はこっちをニヤニヤ見ていたっけ。そしてそれからすぐにサナに LINE してきたんだ。負け犬のサナちゃん、みんなに慰めてもらうのかな。みんなで集まっちゃって、私呼ばれてないよ。育英、ひどい言い方するじゃないの。だって本当のことでしょ。あれ、サナってやっぱり留学してないの。なんでそう思うの。だってさ、向こうは何でも言いたいこと言う文化でしょ。そんなわけないよ。自分の気持ちははっきり伝えるけど、相手を傷つけるようなこと言っていいわけじゃない。ああ、はいはい。どうせ私は留学経験ないですよ。でもあんたの婚約者を奪ったんだから、私の方が勝ち組だね。2ヶ月前に社長の婚約者を奪っちゃってごめんね。でもあんたが悪いのよ。このタワマンも私のものになるんだ。人生バラ色。タワマンは私のだけど。え、あの育英、今日何しにマンションに来たの。何って、彼に会いに来たんだけど。食材持ってきたから料理作ってあげるの。どうせサナには美味しいご飯なんて作れないでしょ。男っていうのはね、胃袋をつかむのが大切なんだから。ああ、アポなしなんだ。そりゃそうだよね。で、あの人がこのタワマンに住んでるって言ったの。いや、前にあんたと彼がこのマンションに入っていくところを見たの。だから彼はここに住んでるってことでしょ。実はね、彼を略奪したのってこのタワマンが目的だったんだ。あのレストランで会う前にあんたらがここに入っていくところ、実は見ちゃってたんだよね。悔しかったな。だから絶対にチャンスは逃さない、そう思って声をかけたの。ああ、要するに金目当てで私の婚約者を略奪したんだね。そんなことで長く付き合ってた友人の婚約者を略奪か。でもこれで私は一生勝ち組なんだから。それは違うよ。何、また負け惜しみ。そういうことじゃなくて、このタワマン持ち主は私なの。え、彼は普通のワンルームマンションに住んでるよ。家賃もかなり安いと思う。めちゃくちゃ古いし。何言ってるの。だってサナは社長秘書でしょ。そこそこ大きい会社だとは思うけど、たかが秘書がタワマン。何それ、やっぱり体使ってるってこと。汚い。何勘違いしてるの。確かに私は社長秘書だったよ、3年前まで。でも3年前に起業したんだよ。だから今は自分が社長なの。な、何それ聞いてない。何度かみんなの集まりの時に話したよ。たまたま育英はいなかったんだと思う。それにみんなの結婚や妊娠出産の話が多かったし。だって社長業がどうのこうのってレストランで。私の社長業のこと。じゃあ私が憧れたタワマンの持ち主は彼じゃないの。そうだね、持ち主は私だよ。なんなら彼は奨学金のほかカードローンの返済にも困ってるらしいし、金銭面では結構厳しいと思うけど。騙したの。騙したも何も、私は彼の仕事も私の仕事も話してない。勝手に勘違いしたのはそっちの方でしょ。騙されたわ。いや、ぶっ飛んだ勘違いしてるな。
確かにサナは社長秘書だったんだけど、それは過去の話。あまりにも仕事はできるし、どちらかというと前に出る方。周りからもサポートも上手だけど、自分で起業するのもいいかもね、なんて言われていたんだよ。で、退職。ネットショップを開いて、そこからネットの広告関係も始めて、それからあっという間に今では社員が20人以上いる会社になったんだ。このご時世、20人以上も社員を抱えてるって本当にすごいと思う。自分自身が稼いでいるからこそ、結婚相手の収入は気にしない。カードローン？奨学金？今はまだ何も言わないけど、結婚したら私が払ってあげる。そんな勢いだったんだってさ。でもね。え？闇金？そうなの。びっくりしちゃった。彼、闇金にも手を出してたって。奨学金とカードローンは毎月ちゃんと返済している。貧乏だけど滞納はない。そう言ってたんだけどね。実際には支払いも滞納してるし、闇金からお金借りてたって。じゃあ、サナはそんな人と結婚する予定だったってこと？あ、ごめん。言い方ちょっと悪かったね。いや、いいのいいの。本当にその通りだからさ。普通の借金だったら、家事とか頑張ってくれるなら払っていいと思ってた。でも闇金はね、そもそも完済させてもらえるのかわからないし、完済したところでなんか目をつけられるかもしれない。私たち普通の人間にはわからない世界だからこそ怖いよね。ふぅ、サナ。ヤッホー！何その雄たけびは。だって、こんなラッキーなことある？結婚前に元友人に婚約者を奪われてなんて、不幸なんだろうって思ったけど、よくよく考えてみたらこれって超ラッキーじゃん。だって、すんでのところで回避できたんだよ。最高すぎる。まあ、確かに。ってことで、みんなに美味しいご飯おごるわ。と言いたいところなんだけど、ちょっとバタバタしてるからね。美味しい食べ物を幸せのお裾分けとして送っておいたよ。水木のところには、妊婦さんも大丈夫そうなものちゃんと調べたからね。おう。いやー、こんなにラッキーなんだもの。今こそ仕事をするべき。悩んでたプロジェクトがあったんだけどさ、絶対に後期だと思うの。燃えてきたー。頑張ってね。応援してるよ。うん。水木と郁恵の LINE。私はサナに騙されたの。いつもサナばっかり。で、サナはどうやって郁恵を騙したの？それは。自分でもいい加減わかってるんじゃないの？サナは悪くない。郁恵が勝手に嫉妬してるだけでしょ。嫉妬？私がサナに？誰がどう見ても嫉妬にしか見えないよ、郁恵。なんで？私の方が上でしょ。何が？だからそれは。本当に残念だよ。私たち頻繁に会うわけではなかったけどさ、時々みんなで集まって友達やってたのにね。郁恵がコンプレックスを持つ気持ちもわからなくはないけど、それで人を攻撃したら終わりだよ。だって。その後、郁恵はあの男性と結婚してしまったよ。というのも、周りの人間が郁恵の行動にめちゃくちゃ怒っていてね。昔からの友人たちを失ってまで手に入れた男を捨てるの？とみんなに追い詰められ結婚したんだよ。で、借金の取り立てに悩まされ、結婚前の貯金を大半使ったり、昼の仕事をしながら水商売のバイトをしたり、そんなことをしていたけど、旦那はどこかへ連れて行かれてしまった。離婚もできずに働き続ける毎日。郁恵は本当に何がしたかったんだろう。私は知らなかったんだけど、いろいろサナの悪口も言ってたみたいだし、逆に、どこかでサナのことを見下していたのかもね。さてと、またサナからいろいろ届いたから箱開けてみよっと。わ、ノンカフェインのお茶がたくさん入ってる。千秋の洋服や、旦那に電車模型。わかってるなぁ。にゃにゃ丸には、土鍋？あ、すっぽり入った。さすがだね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。